どうも、アキです。マイライフやっていきましょう。はい、今回は交流戦前半やっていきたいと思います。はい、最初のカードが日ハムということでね、陽大館が確かいなくなって川端が入ってきてるので、どんなオーダーになっているのでしょう。行きましょう。はい、お、川端3番ファーストか。で、中田がレフト、レアードはサードのまま。なるほど。そしてついに来た。夢の二刀流4番対決ですね。行きましょう。これ結構面白いな、このオーダー。で、エチスンは確かサードだったんで、サード激戦区ですね。レアード、川端、エチスンと。まあ、エチスンは DH 専用みたいな感じなのかな。ちょっと見てみよう。西川、中島、川端、大谷がヤシノール、こんな感じ。中田、岡、レアード、谷口、大野。なるほど。で、エチスンと近藤あたりかながいると。よし、行きましょう。さあ、昨日の大谷の活躍を見てるから、ちょっとぜひ打ちたいぞ、ここ。集中していこう。集中していこう。第2球投げました。よし、よく見た。カーソルをしっかり合わせて打っていこう。投げました。ふう、早いな。早いな、想像以上に早いぞ。これでまあ、ちょっとセリーグにマジでいないんですよね。150後半投げるピッチャーもいないと思うんで、まあ、圧倒的すぎる大谷の速さが。まあ自分で自分は打たないんで、並木は打ったことがないので。は3球目投げました。よし、ボール。球はアウトローへ。ボール。カウント3ボールのストライクです。投げた。おお、フォアボール。警戒されてるのかな。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で。わ、これどうだ。内野安打ならないかな。内野安打ならないかな。惜しい。走力1段階上だったら、あと10上がってたら多分セーフになってたな。あー、ノーヒットで終わるのはやだ。得点を上げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で、並木、通算155本塁打まであと4本としています。よし、よく見た。最後のバッターになるのか。第3球を投げた。一矢報いるホームラン。打ったよ、打ったよ、あと続け。よし、大谷から1本ホームラン打てたな。4安打か。さっきのがなかったら、さっきの打ってなかったら3安打完封負けだったのか。さすがですね。さすがですね。これで打者としてもミート A、パワー A なんだから、ちょっともう怪物ですね。はい。いや、でも1本ホームラン打ててよかったですね。で、今回の動画でおそらく怪我しにくさが A になると思うんで、まあ、安心感を得るためにも、やはりここは取っておきましょう。怪我しにくさ。よいしょ。で、予定としては、まあ、今シーズン後半ぐらいお金が貯まってきたら、ちょっと彼女とデートして、で、来年2億貯めて、家を買って、再来年ぐらい告白するという流れでね。まあ、22歳で結婚。ちょっと早いけど、まあ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 。22歳ぐらいだったらね。これくらいスター選手だったら結婚しても大丈夫でしょ。よし、行こう。こっちも二刀流としてね、結構結果を残しているんで。来年4億ね、年俸4億乗せましょう。ギリ4億乗ってなかったんで。まあ、この打撃成績を維持できれば4億夢じゃないでしょう。行きましょう。ただね、投げる方がね、6失点とかこの間したから怖いっすよね。はい、有原。どうだ。あー、結構いい当たりだったけどね。さあ、グッと集中していこう。おお、サークルチェンジ。いい環境働いてる。うわ、これほんとサークルチェンジの後のカットボールとかめっちゃ速く感じるな。うわー、ファールで逃げたかった今の。まあ、振っちゃうのは仕方ないと思うんですけど、あれって分かった瞬間にカーソルをずらしてファールにしたい。よし、サークルチェンジよく見た。フォーク。うわ、いいサークルチェンジだな、このサークルチェンジ、ほんと。すごい緩急つけられる。さあ、1日1本。うわー、日ハムの打線すごい。日ハムの打線すごい。よし、スプリット。うわ、ストレートか。ボール、よし。カウントは2ボール2ストライク。投げました。ボール、よく見た。カウント3ボール2ストライクです。スプリット、どうだ。ちょっとこの試合はノーヒットだった。残念。有原もいいピッチャーですね。やっぱ大谷有原っていう2枚看板。まあ岸、次に岸っていう感じですかね。多分次岸来ると思うんですけど。
お、フレグランス。オッケーオッケー。これ練習より絶対お出かけの方がいいですよね。お出かけで経験値もらえる方がいいし、奥井くんでなんなら経験値貯める方がいいから、練習ってまず使わないんじゃないか、普通。まあ、お金がないうちは練習っていう手もあるかもしれないけど、いやでも、奥井くんとね、電話した方が経験値入るし、練習ってあんま意味ないな、あれ。さあ、やっていきましょう。さあ、さっきの試合ヒット打てなかったんで、ここは2安打以上欲しい。基地だね。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、ボールか。通算155本塁打まであと3本としています。大きな声援が届いています。よし、よく見た。第3球を投げました。さあ、これはヒットになってほしい。レフトの左、フェアに落ちて、オッケー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 。よし、ナイスバッティング。まずは1点先制、1対0。さあ、3カードで、まあ3連戦で3ヒット出したいっていう感じだからな。3ヒットは少なくとも出したい。第2球投げました。もう1本打ちたいね。投球は3球目投げました。よし、これは入ったでしょ。これは捉えたよ。オッケーオッケー。おー、あー、そしてそうだ、また4番騎士とかいうあれですね。なんか日ハムは多分大谷の存在があって、このなんかバグなのかよくわかんないのが起こるんですけど、まあこれはもうどうしようもない。でもそれでも4点取ってきてるっていうね。5点か。いい打線だね。どうしよう、これで岸が3安打ぐらいしてたら岸がめっちゃ打ってたらどうしよう。よーしよーし、有原はちょっと打てなかったけど岸は攻略した。ナイス。うわーお、でも全然だ。あ、これ10塁打でもう終わったっけ。あれ10塁打できたよ。あれってもう終わったっけ。今日はソロホームラン2本を打っています。お、今日はいいぞいいぞいいぞ。3ホーマーか、むしろ。おお、今日めっちゃ調子よかった。あ、けど負けたこんなに打ったのに負けちゃったよ。今日すごい調子よかった。いいね。奥井くんも打ってますね。8回に3号。中田も2本打ってる。あー、なんだ、沢村劇場だったのか。よく見るとこれ9回に2点取られてるから。出た、沢村劇場か。沢村ってほんと防御率とかいいんだけど、もうその数字以上に劇場があるからな。あれ、ミッションってまだ続いてたっけ。あれ前回終わったっけ。あれ、おっ、おっ、オッケーオッケーオッケー。スタートスパイク、オッケー。また盗塁のやつだ。盗塁 D ぐらいになったっけ確か。オッケー、いいね。あのスパイクが溜まっていくぞ。これできると思ってなかった。ナイスナイスナイス。6打点はきついだろう、多分。本塁打4本も無理だ。さすがにフェードなし、ロックオンなし、パワフルできつい。15塁打も無理だ。ちょっと待って、何が一番簡単だ。15塁打ってことは、4の3で12でしょ。ホームラン3本打ってまだ12で、プラス3塁打がいるのか、絶対無理だ。デイリースラッガー1試合4本、絶対無理だ。まだこれだな。満塁ホームラン打ったらこれが可能性ありそう。これレベル高いな、どれも。満塁ホームラン結構マストだな。いや、155で1本、1人しかファン増えないんかい。よし、でもよかったよかった、さっきの試合。気持ちよかったですね。さあ、行きましょう。次はホークス。お、阿部が絶好調とかなのかな。でもない。あ、DH 制か。なるほど。だから阿部が出ると。あ、つってか、最近村田の名前を全然オーダーに見ないんだけど。まあ、奥井くんがサードやってるからなんでしょうけど。いや、奥井が外野で村田がサードの方がいい気がするんだけどな。で、あ、陽大官が4番打ってる。これすごいな。長谷川陽。柳田っていう外野すごいな。ここも結構な打線じゃないですか。はい。OK。ただ、タイミング取れてきたよ。まあ、徐々にね。まあ、フェードなしももう動画何回分ですか、これで。動画4回目ぐらいかな。はい。で、今年は全部動画でやってるんで、まあまあ、徐々に慣れていこう。ただね、1日寝ると感覚は忘れるんで、ちょっと困ってる。さあ、本田、今宮、柳田、陽、松田、中村、長谷川、ボーゲル、ボーゲル。何これ。2年目ってことは、マイライフで出てきた新外国人選手かな。うん、こんな感じ。OK、行きましょう。東山、玉持ちか。また玉持ちか。完全なボール球。第2球投げた。
ク。玉持ちは本当カーソル表示が遅いんで非常に苦手としております。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは並木。ちょっとまた3倍打点2機に怒られそうな成績ですが、クソちょっと届いてない。いや3倍打点2機は本当にねちょっと理論がよくわかんない。ホームラン打てば打つほど損になるっていう。ノーアウトランナー1塁という場面で、今はこれ何号ぐらいのペースだろう。ホームラン何本ペースだろう。これで18本、でも60本超えぐらいのペースでは打ててる。もしかしてバレンティン超えじゃない普通に。これお、これは打ちたい。うわ今の打てたかもしれないけど玉持ちで本当わかんないぞ。第2球投げた。うわ詰まったけどこれがまあまあ1打点。いや玉持ち苦手だわ本当に。ちょっと東浜に抑えられましたね。なんか波が激しいな今回。ホームラン打ったりノーヒットだったり、ホームラン3本打ったりノーヒットだったり。まあでも結果ねトータルで見て3割以上打てればねそれでいいので。でここは試合スキップと。うわーまただ。またちょっと乱調じゃない？ 7 回4失点だったらまあまあ悪い。まあまあ悪いよ。まあでもファンは増えてるな今のは。しかも負けゲームじゃん。なんか最近並木のピッチャーの調子がよろしくないな。さあ最終的にどれくらいの成績残すんですかね。試合開始。並木もな、右投げだったらぜひショートとかもね、サブポジ取ってみたかったんですけどね。いかんせん左利きで栄冠ナインに入部してきたので、まあその時からサードのサブポジがあるという謎な選手でしたけどね。はい、行きましょう。こう集中していこう。バックネットの前でボールを捉えたと思った時に力が入るからずれるんだよね。力むな。アウチやめてくれデッドボール。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で並木対ピンチピーか。ファールフライとデッドボール。投球これから2球目。一発あるからそれが真ん中に来てもいいんだぜ。投げました。打ちました。どうだ抜けろ抜けろ抜けろ。うー今宮そのままベースを踏んでアウト。きつい。さあ行くよ。リードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で並木。打とうしっかり打とう。投球これから2球目。ボールよしよく見た。2ボールノーストライク。投球は3球目投げました。うわくそくっそー逃してしまった。一発あるの警戒してたけどタイミング早かった。くそ今の変化球だったかな、ストレートだったかな。投球これから4球目打ちました。これが悩んだなれ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 。おしおよし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 。オッケーオッケー。くそ失投を逃してしまったけどまあ勝てばよしですね。勝てばよし。オッケーオッケー。失投を逃した時のクソ感ね。まあ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 1本ヒットを打てば OK よ。移動。楽天の外国人選手もちょっと見てみたいですね。でまたホームに戻ってきたのかな。怪我しにくさを今回は取りましょう。さあそしてオリックス怪我しにくさ取れるかな。さあこの3連戦もでも確か今回3割5分ぐらいで打率スタートしましたよね。で3割5分ぐらいはキープできてるんじゃないかな。でホームランも4本打ったのか。オッケーオッケー。こういうペースで積み重ねていきたい成績を。いやこのね難易度の設定で三冠を取れれば結構なんか嬉しいですね。去年はちょっとなんかあんまり嬉しくなかったんだよな。実際これ今年三冠を取りたいよ。うん、これボールだと思ってけど振り始めたと思って上に上げた。第3球危ない球。ツーシームとストレート中心だな。ストレート狙おう。
第4球を投げました。どうだ、抜けろ。うわー、ちょっとタイミング遅かったかな。内角早く外角遅くの、この意識大切。4回の裏、この意識大切。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは並木、最初のバッター打ちました。初球打ちピッチャー左のツーシームか。取りました。これでワンナウト。さあ、しっかり見ていこう。どうだ、これはいいぞ。まあ犠牲フライになれば OKOK 同点の犠牲フライ。さあ、ヒット1本打っとこう。トップバッターは並木、投げました。これはヒットじゃないか。落ちないか。あれ、坂口、あれヤクルトから出戻ってきたんだっけ。あ、ちょっとオーダー見ましょう、次の試合ね。まあ1打1打点。ファンも増えた。よしよし、ちょっとまた複数安打狙っていきたいな。ここのところヒットが出てない。さあ、そして怪我しにくさ A になれば、本当に怪我する確率がちょっと攻略本見てみた感じかなり変わってきそうなんで、まあそこはね、はい、しっかり狙っていきましょう。で、ちょっとオリックス坂口だって2016なんでヤクルトに本来はいますよね。戻ったのかな、忘れた。スコア、お、金子千尋だ、足立、俊太、糸井、T 岡田、モレル、坂口。うん、間違いなくその坂口ですね。うん、こんな感じ。金子千尋は34歳でちょっと劣化始まってるかな。そんなにだな、まだ。行きましょう。また玉持ちか。苦手の玉持ちだけど抜けろ。惜しい。お、フィルダースチョイス。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で、いいね、七色の変化球だからね。声援が聞こえます。第2球打ちました。強振、うん、ミートでいこう。正面か。いい当たりだったけどね。1本1本。ジャイアンツの攻撃。先頭バッターは並木。早い。フィルダースチョイスとショートライナー。第2球。投げた。打ちました。ファールボール。ちょっとミートが調子良さそうだからミートで。投げた。打った。落ちろ。落ちるんじゃないかこれ。落ちない。取りました。落ちない。ジャイアンツ大展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で並木。さあ、ここで一発同点だ、同点だ、同点のホームランを打とう。投げた。よし、同点のホームラン来い、同点のホームラン来い。よし、ナイス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 。よし、これはいい活躍だった。ナイス、オッケーオッケー。ちょっとね、昨日の動画ホームランがあんまり打てなかったんで、ホームラン打てればいいなと思っていたんですが、今回結構ホームランが打てましたね。4番っぽい活躍だ。スポーツマッサージ。まだかな、怪我しにくさ。そろそろじゃないか。さあ、今回の動画最後の試合ですかね。交流戦、これが折り返し戦。堀内さんね、行きましょう。で、まぁ、今シーズンはなんかここまでは全部動画撮ってるんですけど、どうですかね。まぁ、こうやって1シーズン全部動画撮っても面白いかなとも思うんですけど、まぁ、全部撮ってほしいという方、ぜひグッドボタンを教えていただければ、まぁ、そのね、再生数とかグッドボタンとかの数を見て、撮り方とかね、あとはコメントも読ませていただいて決めていこうかなと思います。行きましょう。さあ、ホームラン打ちたいね、また、今日は。西川。低め際どい、ボール。バッターよく見ました。さあ、次の投球。シュート回転持ちね。投げました。どうだ、これいいんじゃないか。これは捉えたぞ。よし、今回の動画結構ホームラン打てた。ナイス。20本もう到達した。すごい、オープン戦で20本って結構、オープン戦じゃないや、オープン戦で20本打ったらそれ怪物だわ。今すぐメジャー行け、開幕する前にメジャー行けって言ってね。はい、交流戦で20本打てれば結構、まあ3倍打点2期はすごい起こりそうだけどね。ちょっと3倍打点2期ってなんだっていう方はぜひGoogle で3倍打点2期とはって調べてほしいんですけど、結構謎な理論なんですよね。ちょっと2倍打点2期にもなってないわ。頑張ろう。第2球投げました。あーっと、
ライト前に出る。力んだ。掴んでこれで3アウトになります。これ何本ペースだろう本当に。ジャイアンツ追加点。ホームラン何本ペースだろう。2アウトランナー3塁で。よいしょ。第2球投げました。投げました。これ。まあまあヒットヒットオッケーオッケー。ジャイアンツ1点。今回は結構いつもと違って波がありましたね本当に。マルチヒットの人ヒットゼロの人。まあでも結果3割5分ぐらいがキープできてるんで、オッケーオッケー。投げました。外れた。猛打賞取っとこうここで。投球これから2球目。よしどうだ。いけ。越えろ越えろ越えろ。俊太守備うまいぞ。よしよし。入らないけどオッケー。猛打賞。そういえばね、三塁打プロに入ってから打ったことないですよね、まだ。まあ足もそんなには速くないんであれですけど、三塁打打ったことないなとふと思ったんですよね、この間。多分打ったことないですよね。うん、三塁打打ちたい。ちょっと足、将来的には走力 A にしたいですね。スチールスパイクもずっと持っていて、盗塁 C、C とかぐらいにはなりそうなんで、大矢守ナイス。ちょっと将来的に走力 A ぐらいにはしたいなぁなんて思っているんですけれども、まあ今後どうやって育てようかな、本当にいろいろ悩ましいですね。経験値怪我しにくさは、うん、もうちょっと次回の動画ぐらいかな、で A になると思います。でパワーが67、もうちょっとで68。ミートとパワーはまあ今年中に B にしたいですね。でまあオール B にとりあえずしたいんで、それはしてから、そしたら走力だけ上げようかなっていう感じですね。で阿部日は、阿部日はどこにあるの？阿部日はまだまだですね。多分無理そうですね。はい。で、まあこの、一応なんかこの画面に来たんで見ておくと、パワフルパワフルの設定は、ここ表示しないの、ロックオンはなしで買ってますと。で、今見たかったのはこっちから、装備品で、アベレージバット1本しか持ってないですよね。さすがに阿部日は取れないな、これ。で、あと持ってるのが、ローボールバット。っていう感じですかね。はい。バントバットはもう取ってますね。OK。で、スチールスパイク。あれ ?1 個しか持ってないか。あ、スタートスパイクか、もらったの。間違えた。あれか、この間もらったの、スチールスパイクじゃなくて、スタートスパイクもらったのか。スチールスパイクが盗塁だ。まあ、またスチールスパイクどっかでもらいたいな。っていう感じですね。はい。で、最後に、ちょっと確認しておきましょう。首位打者争いが結構面白かったんで、そこだけ確認しておきましょう。打率、うわ、奥井くんやべえ。よく奥井くんすごいな。たまたまだろうと思ってたけど、結構率ちゃんと残してな。3割6分。いや、いいライバルですね、この同期入団高卒3年目、20歳の2人、いいライバルですね。一輪差で負けてる奥井くん強いな。奥井くんすごいな。アンダー数は、うわ、奥井くん、そりゃそうだよな。試合数が奥井くんの方が多分多いし、打順も奥井くんの方が上なんで、ここは負けるな。本塁打。よし、ホームランは、まあ、今回結構量産したんで、トップ。よし、打点も一応一番。得点圏打率は、うん、まあまあ、3割2分5にあればいいでしょう。本塁打率。6.6。いや、ビシエドやばくない ?11.6、17.6?あ、そうか、そうか、そういうことか。ってことは、並木がすごいんだ、逆に。でも、ビシエドも 11.6 っていうのも相当すごいな。おぉ。ピッチャーの方も見とこう。ピッチャーは?いやー、防御率ランキング9位っていうのが悲しいな。ちょっと今回も4失点しましたしね。まあ、4失点はあるかなと思うんですけど、この間の6失点が辛かったですね。はい。勝ち星は?勝ち星は1位か。奪三振は?66。あ、ここは1位だ。250いくかな。奪三振率で言うと、藤波の方がちょっと上。なるほど。フォアボールは少なさそう。まあ、コントロール S100 ですもんね。今、グローブ履いてて。はい。こんな感じですね。いやー、今シーズンの注目は、奥井くんとのね、同期の首位打者争いですね。いやー、これちょっと楽しみですね。本気でやらないと勝てないですね。いや、手は一切抜いてないんですけど、本気でもちろん全部やってますが、いやー、奥井くんに勝ちてー。ということで、まあ次回以降ね、そこも楽しみにしていただければと思います。
今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。マイライフの動画楽しみっていう方はぜひグッドボタンね押していってください。とりあえず次回はまあ交流戦結構各チームのスタメンが見てみたいんで後半戦しっかりやっていこうかなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。